どうも、くまです。今回も四大天使チャレンジしていきたいと思います。ついにね、四大天使も残り2人になりまして、まあ半分まで来たという感じですね。で、今日挑戦するのはウリエルさんですね。ウリエルの N から H、 まあ動画としては、さらに VHEX も撮っていこうと思ってます。で、ウリエルは風パで挑めるので、今私多分一番強いのが光かな。で、次に強いのが風だと思うので、嘘だな、次に強いのは闇だなその次に強いのが光だ、光じゃない、風だと思うんで、まあ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 、ウリエルは割とあっさり倒せるんじゃないかなという望みを持っております。前回のね、ガブリエルはマジで辛かったからね。さあ、まずは、まあ、難なくね、N はクリアと。そして次は、H ですね。採掘は嫌いなんだと。そうか。くしくも同じ意見だな。まあ H も弱いね。ただ H で狩る意味ってあんまないと思うんで、まあ本当に進めるだけです。さあ、特殊行動がしてくると、なんか音が消えたけど、まあ倒してしまったと。すげえ音遅延するね。さあ、特にまあ何もドロップしないっすね。 OK、 じゃあ次から VHEX 挑んでいきましょう。どうも、クマです。あ、四天使ね。忘れてた。四大天使やんの忘れてたわ。四大天使やります。よろしくお願いします。続きだね。あー、マジで忘れてたわ。さあ、ウリエル戦、ベリ派ですね。多分 50% でなんか特殊行動してくんだっけ。やべえな。四大天使忘れてたわ、マジで。つまらないな。中途半端なベッドは命と。成功の。俺の番だ。どうだ、怖いか。よしよしよし。ディレイかけて。成功。どうだ。まだいけるね。はい、どうぞ。よし、コロアバフかけるか。これがあれだよね、スピードアップで。よし、コロアバフかけよう。もうちょっとドレッシーにしてみようか。雨ぶれして、あ、主人公が攻撃してくれないな。うわ、ダブルアップダウンか、美味しくね。中途半端なベッドは命取り。ハッド。オッケー、これで奥義打てるぞ。こっから本気で行くぞ。こっから本気で行くぞって押せんだよ、本気が。もう決めちゃうぜ。天照すべし風の力。あ、硬っ。あ、そっか、被弾ダウンついてんのか。道理で硬いわけだ。ナイスお姉さん。さあ、コルワでフィルイジと。もうこれはあとはぶん殴りでいいっすね。オッケー、ベリハクリア。やっぱりハッピーエンドでしょ。よっしゃ、じゃあ EX 行くか。ウリエル EX 行きましょう。まあアナトだらけなんだけど、あ、この43アナト使うか。やっぱ EX はね、ちょっと気抜くと死ぬからね。
さあとりあえずはまあバフをしっかりかけてって、いや勝てんだよな EX。 中途半端なベッドは命取り。どうだ、ギレ入れて、はい、どうれ正当れ。さあ4ターン目になったからこれはバフをかけ始める。やばいな、奥義ぶっ飛んでくる。かといっていや耐えるしかないよ。ドレッシーにしてみようか。正解、成功の範囲。こんくらい耐えろよ。オッケー、耐えた。勝ち込みといきましょう。攻撃だ。え、キャラ変えられたんだが、やりづら。ちょっと待って、マジか。中途半端なベッドは命。そうっすか。まあこれはちょっと殴って貯めるか、チャージターンを。これでこう逃がさん。オッケー、溜まった。しつけが必要だな。ボールドじゃつまらないな。回復しときたいけど扇ゲージがもったいないから、ほら普通に殴ろう。わあ、コールは維持できなかったな。いいね、いいよ。オッケー、ナイスダメ。また入れ替わりか。どんな物語になる。くそうぜえなこれ。この地に息づく精霊よ、力を。天も恐れる。とりあえずこれはアフィール不足になってるし、マジか。私自らの手でしごい私の背中。いやこれは殴るしかないな。教えてあげましょう。うわー、コールはふざけた。マジか。回復、回復して、回復して。いやこれやりづれえな、ウリエル。とんでもなくやりづらいわ。ジャックポットかけて、主人公のあれだな、ダブルアタックがたまんねえな。ガードしてくんのか。うわ全然効かねえ。あと1本なんだけどな、この1本がたまんねえわマジで。いやー強い、やりづれえこいつ、すげえやりづらい。いやこれは撃つしかないな。奥義全然撃てないもんこいつに対して。やっぱ撃っていくしかない。あんまり効かないけどね。さあユイスの超ダメ、やっとブレイクしたけど、ここで特殊コードダメカットね。この地に息づく精霊よ、力
まあ、これもこっちもカットしてこう。綺麗で。オッケーオッケー。くぅ。これ一発一発がでかいから、回避つけとくか。これ以上仲間を傷つけさせません。あーナイスゲン。あだには落とし前はつけてもらいます。オッケーナイスゲン。ういってディレイかけて、吸収してこう。いって、オッケー。これ攻撃ダウン引かないかな。いやー結構厳しいな。ウリエル強いわ。さばき、まあ、さばきは耐えたとしても、まあちょっと召喚石も打っとくか。まあでも半分ぐらいは削れたけど、うわ落ちる落ちる落ちる。これは落ちないようにこいつにかけて、ディレイかけて、よし奥義いける。クリティカルアップ使おう。アマブレとかやっぱ入んないな。オッケー。天照をすべし風の力、権限せよ風をエルテール。押し切れ押し切れ押し切れ。ビートリア流剣術の王殿、多光人星なぎ。星なぎ。いって一発で落とされた。光に包まれた。怖い怖い怖い。よしこれはスキル使ってもらおう。耐える。痛いね。でもしっかりディレイかけて、これは復活不可避だな。面目ないです。あ、でもこれで一発奥義食らえるから、オッケーだ、結果的には。よしよしよし、復活使おう。当然使ってこう。ヒル不足、ヒル不足。くそ使えないのか。幻影かけて、そうフィルがもったいないぞ。防御とかいらねえな、さすがに。いやしょうがない、ここは奥義を使おう。天照をすべし風の力、権限せよ風を得るて。いいダメ叩き出す。オッケーオッケー。ちょっとこれ意味ないけど、これは意味ないけど、テンペスト。ヒル不足、もうこいつ落ちそうだからもう使ってこう。一応回復打って、もうちょいだぞ、もうちょいで押し切れるぞ。はい、この
オッケー、ナイス回避。まだ使えない。オッケー、ナイス回避。デコラーティブにしてもいい？どうだ？ガンガン行くぞ。うわ強っ。うわ強っ。3体も落とされんの。はねえな本当に。後悔させてあげます。ちょっと待ってね。アビリティ使用ターン、コラウトか。打って、で、オギゲージ上げたいけど、いや、ここはもう打つしかないか。クリティカルアップさせて、あ、ダブルアップ？どういうこと？まあいいや。メロディー。いけ！行ってくれ！あー、もうちょいだ。あー、ダメだ、落とされた。おかしいだろこれ。強すぎるよ。まだまだ力不足。いや、もうここは行くしかない。強すぎるよこいつ。もう勝ちっすね。いや、こいつは強いわ。マジでやりにくい。まあ一応勝てたからよかったけど、2個も使っちゃったね、全回復。これでいいの来なかったらマジで悲しいぞ。何がいいやつか分かんないけど。ウリエルがキャラノート。あ、でもこれはいいのか。土の羽はいい気がするな。はい、それではご視聴ありがとうございました。いや、ウリエルね、かなり辛いし、四大天使やるの忘れてたわ。次回ラスト、ラファエル戦に挑んでいこうと思います。じゃあね。